ボルフガング・シェンクは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットであり、白洋付騎士鉄十字勲章の受勲者である。ドイツ領南西アフリカのウィントフックで生まれたシェンクはドイツ空軍で戦闘爆撃機の育成における重要人物であると同時に目262ジェット爆撃機の運用で先駆的な役割を果たした。ボルフガング ボンボシェンクは1913年2月7日にドイツ領南西アフリカのウィントフックで農夫の息子として生まれた。1923年に母親が死去するとベルリンで家族と共に暮らすために姉妹と一緒にドイツに帰国したが、1934年にコーヒー農場で働くために南西アフリカに戻った。露角されたメッサーシミットメ262。 左の機体は、第51爆撃航空団所属機関空機、操縦士の C 免許と動力付き航空機、操縦士の A 免許を取得していたシェンクは、1936年12月に、士官候補生として軍部につき、1938年にユーターボークに駐屯する、第132戦闘航空団、リヒト砲変、第2飛行隊に配属された。この部隊は、 第一駆逐航空団、第愛飛行隊と解消され、シェンクは、その第一飛行中隊で1939年9月のポーランド侵攻と1940年春のノルウェー侵攻に参加した。シェンクは1940年5月11日に初撃墜を記録したが、16日のイギリス空軍のフォーカーハリケーン機との戦闘で重傷を負いながらも、蒸気をなんとか基地まで帰還させた。 1>, 1ヶ月の入院後に何とか古巣の飛行中隊に復帰しようとし、第210実験航空隊、第1飛行中隊となった元の部隊に配属された。シェンクは9月4日に部隊が駐屯するフランスのドゥナンまで移動し、飛行隊長のマルティン・ルッツ中尉が1、1プ・グレーン、210に着任するように手配され、シェンク自身は9月5日に飛行隊副官に任命された。 9月27日に、ルッツが戦死し、1940年10月1日に、アルベルト・ケッセル・リンク元帥がドゥナンを訪問して、ベルナー・ベイマンを飛行隊長代理に任命し、シェンクは第一飛行中隊の中隊長に任命されて注意に昇進した。ベイマンは10月5日に、英仏海峡で撃墜され、今度はシェンクが、イップ・グレーン210の飛行隊指揮官代理となった。 9月1日に第2駆逐戦闘航空団第2飛行隊から移動してきたカール・ハインツ・レスマン少佐が新たな飛行隊長に任命されたが BF-110 を戦闘爆撃機と使用することの知見に関しては1941年半ばに部隊は第210地上攻撃航空団第1飛行隊に解消されソ連への攻撃の準備のために東部へ移動した 東部での作戦が始まってからシェンクは50回以上の戦闘爆撃任務に出撃し、第一飛行中隊の指揮を取り続けて、旧機の敵機を撃墜した後の1941年8月14日に、騎士鉄十字勲章を授与された。その後短期間でヒリンで第210実験飛行中隊の指揮官として過ごし、1942年1月に第愛飛行隊の飛行隊長として、 ZG-1 に戻った。この時点でシェンクは300回の出撃で18機の撃墜と数多くの敵戦博、戦車、輸送車両の破壊をロシア進行作戦期間中の戦果としていた。1942年8月にシェンクはドイツ航空省のスタッフの地位へ移動となった。10月30日に騎士鉄十字勲章に白用が追加授与され、 1943年1月には、フォッケウルフ FW190 戦闘爆撃機を装備し地中海戦線に展開する第1地上攻撃航空団の航空団司令に任命された。12月に、再び戦闘中に負傷し、入院するが退院後に、地上攻撃機兵種総監に任命された。1944年6月に、シェンク中佐は、 メッサー・シミット目262を戦闘爆撃機として評価する任務を与えられ、この目的のためにコマンドシェンクが編成された。次に第51爆撃航空団の航空団司令に任命され、この部隊は使用機種を目262に転換された。シェンクの最後の職務は1945年2月から戦争終結まで務めたジェット戦闘機総監であった。 シェンクは400回以上の出撃を行い、このうち40回は目262でのものであった。戦後にシェンクは南アフリカに戻り、ブッシュフライングの仕事を始め、1万7000時間以上を飛行した。その後ドイツに帰国すると、マールブルクに定住した。シェンクは2010年3月5日に、ドイツのマールブルクで死去した。ありがとうございます。